はい、鎌倉です。ではディアブロの方、前回の続き、いつものメンツで進めていきたいと思います。おじちゃん頑張っちゃうよ。よし、ゴー、レッツゴー。ところで、なんだい、そのコンペイトーみたいなファンネルは。これ僕の従者だよ。お、アズモダンを倒せ。アズモダン先輩頑張ります。ついにやつと相まみれるときは。よいしょ、どこだアズモダン。さあ、ひたすら矢印の方へ。あ、なんか来た、見て。まったく、ちちちち、びっくりした。なんだよお前。突然出てくんだよ。あ、サソリだ。このちっちゃいおっさんは何？突然なんか出てくるけどさ。ちっちゃいおっさん。俺が召喚してんのかこれ。ちっちゃいおっさんは分からない。あ、これ熱い系だおっさんって。包丁持ったちっちゃいおっさんが勝った。それうちじゃねえの。戦ってるよ、敵と。多分俺だと思うんだよね。敵と戦ってるで、だって何か包丁みてえなのぶん回してたよ、敵に向かって。うん、化け物目。サキュバスだ。サキュバスがいる。どさくさに紛れて。サキュバス、あれか、エロいサキュバスみたいな。なんかいっぱい出してるぞ、あいつ。あ、もう。よいしょ。なんでネジ、あー、まだいるじゃん、サキュバス。いたね。びっくりしたわ。ちょっと待って。やっぱ、よくに目がくらんで、焼かれるか。大丈夫か。よいしょ。死ね。あ、熱そう、それ危ない。いってらっしゃい、ピヨンチ。なんだ、またなんか黄色いのがいつの間にかいる。もろい。危ない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 。よし、いっぱい来た、また。あ、後ろにも出てきた。またいっぱい来たわ。え、出てて、あ、食った。カエルが食うよ。うちの手口食うよ。危ない危ない。すっごい食べるもん。食欲旺盛だ、うん、けどね、ちょっとね、食べて口の中でモゴモゴしてるからペッて出すんだよね。何もなくなった。あ、これはやつんどころか。あ、来たっぽいぞ。よし、よし、いよいよ先輩のご登場か。出てこいや。長い階段が、うん、地味に長いな。来た。あ、そういう足してたのか。ああ、リング作った。サクレロだな。サクレロだな。おしゃれなあだ名できたね、こいつ。よし、任したぞ。さすがに食えねえか、ピョンキチ。いてててて、すげえ減った。おー、なんか違うのが出てきてる。あ、なんか、あー、痛い。なんか、よいしょ。なんか一生懸命喋ってるな、マノさん。死んだし、弱えじゃん。あ、レジェ来た。
レンジャー来た。のプレゼントが出た。全然出たけど、なんか斧とかって見えたぞ。ああもうちょっと待って。あお、トロフィー来た。やったわ。夢見さえしなかった。すべての悪を封印する日が来ようとは。あとは石を破壊すれば、永劫の戦いもようやく終焉だ。石を破壊するのは簡単な話ではないが、いくつかの儀式が必要よ。砦に戻って準備をしましょう。普通でバカーン叩けばいいんじゃないの？俺のアイテムは、あたた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 。なんかレジェン2個来たで。マジで1個しかないよ、俺。多分これ町戻るんか。うん、バスティオン砦中核に戻れって書いてあるね。熱い熱い。よし、じゃあ戻ろうぜ。ほーい、町に戻ろう。そしてレジェを確認する。確認するべし。チェックポイント。そしてよし、じゃあ話を進めよう。よろしくお願いします。あなたならアズモダンを倒せると思ってたよ。思ってたよ。武器庫にいる。きっとみんなで祝ってるんだろう。あなたも行ってくれ。行ってくれ。クエスト完了。どこぞ？武器か、武器か。あ、こっちか。あれ入れねえ。あ、入れた。お？なんだ？なんだ？血の跡が。やられてるぞ、みんな。血の跡を追いかけるんだ。できたんじゃないの？何が起きた？エイドリア、いつ我々を裏切ったのだ。裏切ったと。20年前さ、あの時偉大なる恐怖の力が私をトリストランへ導いた。しかしレオリックの長男エイダンがその恐怖の力を打ち、ツルパゲのおっさん捕まってるじゃん。封印しようとした。国放浪者か。私はエイダンの中にディアブルを見た。だからこの身を彼に捧げたのさ。そして今ようやく彼の深淵なる計画が成就するのだ。悪者め。いやよ、デッカード・ケインはお前の本当の父親はディアブロではないかと疑っていたのださあ、我が娘よ、お前は彼の器となるのだ。あんた自分の娘に何してはんの。あー燃えちゃった。生まれた。なんか蘇ったぞ。以前よりも力が増している。我が体内に7つの悪を感じるぞ。我こそ究極の悪だ。よくやったぞ、エイドリア。行け、追って命を下す。7つなって7つの滞在。これでようやく真の願いを、我が宿願を叶えることができる。天界を滅ぼすという願いを。くっついていた。ハゲさん行っちゃったよ。こん中行けってことかい。展開への入り口。次の章へ。お、次の章へ。いよいよ。いよいよ。いよいよ。ボリューミーだな、ほんとこのゲーム。あっという間に話進んだな、ここ。
天界のただ中にあってさ、天使は恐怖に浮色なった、浮色なった鼻で出てますよ。リアちゃん鼻で出てますね。やられたぞ。この光り輝く展開もいよいよ見納めだな、インペリウスよ。この先我が交渉の他は何者のご覧だ。エイドリアの裏切りによりリアの魂は失われた。リアの肉体を器とし、ディアブロは地獄の全勢力を操る究極の悪として蘇った。天界が震えている。ディアブロを前に天使たちにはなすすべもない。残されたのは私だけだ。私がディアブロの悪を永久にくじく。よし、一旦切るよ。はい、というわけで今回はここまでにしていきたいと思います。